間取り8畳。お、ああ、ここまで聞いちゃおうか。はい、彼女っています？彼女はいます。あ、いらっしゃる。はい、ここまでで聞いちゃおうか。聞いちゃおうか。写真見せてもらっていいですか。どうもー、どうもー、ガーデン砂漠でーす。ガーデン砂漠です。坂部です。畑野です。よろしくお願いします。さあ、始まりましたバラエティー賃貸でございますけれども。2回目で。はい、そうですね。じゃ本日も葛飾区、はい、金町。僕あまりピンときてないというか。そうですか。どんな場所なのかなと思ってまして。東京の水をきれいにしてる場所。2回目ですね。多分、ま、1回聞いてるんですけど、僕それは。あ、そうです。今日はですね、今日は、はい、金町にいらっしゃる皆様にちょっとインタビューをさせていただきまして、はいはい、金町のいいところ、ここ直してほしいなっていうところをちょっと聞いて、なるほど、金町のですね、魅力をちょっと掘り下げていこうかなと、いいですね、思っております。はい、ではよろしくお願いします。気になる人は多いんだよな。気になる方はやっぱ多いですよ。はい、でもなかなかね、声をかける勇気がないっていうのがあります。そうね、僕らに。インタビューだっつうのに人がいねえんだから。こんなことある？おじさん2人のぶらり旅になってますから。今行きましょう。向こう行く？もうそうだな、向こう行きますか。ちょっと人通りがあれですね。行かさないと。そうだよね、はい、ちゃんとしたやつですよ。この2人よりこの方が信頼感ある。ここが信頼感あるから絶対的な、うん、これはもうね、変なことしないっていう証だもん。あとちゃんとマイクとかもつけてるんですよ。そうそうそう、っていうところをちゃんとアピールしないと。そう、そういうことなのよ。そうだよ。あ、お兄さんに聞いてみようかな。あ、そうね、お兄さんいいですね、うん、若い方。あ、すいません、今ちょっとお時間よろしいですか。あ、すいません、ごめんなさい。もうダメだ。ごめんなさい、ちょっとお時間よろしいですか。はい、今バラエティ賃貸という番組撮ってまして、はい、ちょっと金町の魅力をちょっと教えていただければなと思ってまして、ちなみに金町に住んでらっしゃる。はい、住んでます。あ、住んで何年ぐらいで。いや、もう15年ぐらいです。ご実家がってことですかね。はい、そうです。ちなみに金町のここがいいよ、魅力だよっていうところありますか。金町はやっぱり人が温かい。あら、人の温かみがあるから、この町はもうこの活性化これからされていくかなって思います。用意されたかのように喋ってくれますからね。本当に台本ないですからね、これ。ちなみにいいところはまあ人がいいとかあるんですけど、嫌なところっていうよりは何してほしいなみたいなことあります？やっぱり駅の周辺の施設があまり充実してないな。なるほど。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。子供がちゃんとしてる。ちゃんとしてるね、うん、やっぱ育て方がいいんだろうな。そう、こういうところの人たちって、うん、本当に。もう一人ぐらい学生さん聞いてみます、ね、すいません、今お時間大丈夫ですか。ちょっとだけいいですか。金町住んでらっしゃいます。あ、そうです。あ、どこがいいかっていうと、いろんなものがありますよね、金町だと。例えば必要必需品を揃えようと思っても東急だったり、おー、なるほど、ね、あと本屋ですっていうのはそこにもあります、ね、おー、なるほど。でもいろんなところに行きやすかったりもしますし。そうですね、便利なの。京田線と繋がってたりとかしますからね。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。あ、ちょっと学生さん学生さんに絞ったよね、ターゲットをね。学生さんは声かけたら話。でも今度女子だしね。女子だし、ちょっと行ってみましょう。またちょっと違うから行ってみましょう、はい。ここのみんなは金町に住んでる皆さんで大丈夫ですか。違います。ちなみに、じゃあ今日なんで金町に。学校がいい。あ、学校がここにあるってちょっと聞きたいんですけど、金町のいいところって何か思い浮かぶこと、魅力みたいなありますか。あそこにめっちゃ安いお惣菜屋さんがある。安いお惣菜屋さん。お惣菜屋さん、あ、めっちゃくちゃ安い。 お店の名前なんて言うの。すぐそこです。すぐそこに。そんな攻めた名前つけるの。お惣菜売ってて、お惣菜って名前看板がついてるんだって。安いってどれぐらいって言ったらあれだけど、焼き鳥が50円。お、あ、安い安い。お惣菜が安くていいってことで。あ、よかったら全然入っても大丈夫だよ。全然入っちゃっても全然大丈夫。自由なとこ空間だから、ね、全然大丈夫だよ。今までどこにいたんだってぐらい若者がね溢れ返ってきましたけども、ちょっとだけお話伺っても大丈夫ですか。金町に住んでらっしゃいますか。付近ではあります。あ、本当ですか。金町のいいところ、うん、じゃあ下町っぽいから嫌いじゃないね。都会に住んでるとこういうとこの方がいいよとは思う。まあまあそうです。ゴミね、ごちゃごちゃしてないですもんね。確かに、なんでもありますしね。ちなみになんかこんな店できたら嬉しいなみたいなのあります。外れに行けば行くほど何もないから、やっぱそこら辺は向こうの方に多めにちょっと均等にね。なんで金町に住もうかな。本当ね、学校、あ、学校の学校に進級、あ、なるほど、近いからみたいなことでっていう感じで、あ、それ一緒にみんなで、はい、あ、それがいいですもんね、なるべく近いところの方が。あ、わかりました。すいません、お時間取ってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。金町住んで
いいところ。いいところ。この町のいいところありますか。なんかお店が思ってたより充実してて、いいなって思いました。じゃあもうちょっとこう便利になればいいなってところと、もうちょっと駅の線を増やしてます。あ、路線をね。なるほどなるほど、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、お友達もよくよろしく言っておいてください。すいません、金町住んでらっしゃる方ですか。はい、そうです。あ、住んでらっしゃる。そうですか。住んでどれぐらいですか。3年ぐらいか。あ、でも3年ぐらい住んでない。どうですか、住んでみて魅力ってどこにありますか。金町のいいところ、まあ、駅がやっぱり近くて、はい、アクセスしやすいという話のところと、はい、柴又 の、はい、文化とかですね、そんなで触れ合えるとか、はい、そのあたりがいろいろ身近にあるということが魅力に感じてます。なるほど、下町文化に触れられるということですかね。すいません、お時間でいすいませんいただいてありがとうございました。すいません、ね、ありがとうございます。バーディー姉妹。すいません、すいません、金町に住んでらっしゃいますか。僕は住んでます。住んでどれぐらいになります。住んで2年ぐらいですかね。なぜ金町に。今、東京理科大学に通ってて。あ、理科大の学生さんなんですね。で、一人暮らしで。一人暮らしです、ね、ちなみに、家賃って聞いていいですか。家賃は6万2千円ぐらい。じゃあここまでいったら聞いちゃおうか。間取りは。間取り、8畳。お、ああ、結構ね、全然いいよね。リーズナブルというか。ここまで聞いちゃおうか。はい、彼女っています。彼女はいます、ね、あ、いらっしゃる。はい、ここまでいったら聞いちゃおうか。聞いちゃおうか。写真見せてもらっていいですか。それではそれでは、ここで NG が。ここか、ギリギリのラインが。ありがとうございます。金町の魅力っていいところみたいなのありますか。リーズナブルなお店、飲食店が多い。ああ、学生さん向けの安い、安くてお腹いっぱいになるようなお店が多いと。ラーメン屋たくさん。あ、ラーメンだ。みんな言いますね。ラーメン大好きだからね。みんなラーメン言いますね。ちなみに今まで食べたラーメン屋でここ美味しかったなってのは。いや、この辺のとこ。今から。あ、今から。今まさに。それの待ち合わせですね。二人で今からラーメン食べて。なんてお店ですか。月星。月星。月星。はい。いいじゃないですか、若者二人がね。はい。すいません、お時間取ってありがとうございました。ありがとうございました。すいません。